面白かったのは堀江さんの我が闘争、堀江さんの本ってなんか堀江さんが書いたんだか書いてないんだかよくわかんない本多いじゃないですか。だけどこれは堀江さんと健丈さんでがっつりやって出してて、自伝ですよ。生い立ちから日本放送買収ライブドア事件で有罪判決が出て出頭するまでを書いてるんですよ。もう秒で動けみたいな、とにかくやれみたいな、有り金は全部使えと、経験のために全部使えみたいな、だからそういう堀江さんの考え本って多いじゃないですか。だけどなんでその考えに堀江さんがなったかってあんまりそこで書かれてないんですよ。それが実は唯一わかる本がこの堀江さんの我が闘争なんですよね。堀江さんは福岡の片田舎で育つんですけど、ずっとこう人間関係がうまくいかないんですね。なんでうまくいかないかっていうと、堀江さんの考えと周りの考えが全然フィットしないんですよ。もっとこうすればいいのにっていうやり方を、いや周りはそんなやり方しないっていうことで、堀江さんのなんかレベルに会う友達ができるといいねって言って、久留米大附設でいいとこ行ったり、で東大行ったりして、ちょっとずつ話し合う人が見つかりそうな雰囲気はあるんですけど、それ以上にパソコンに夢中になっていくわけですよね、インターネット。それでプログラミングみたいな感じになってって、本当ネットバブルで一躍時の人になるっていう、それまで結構地道なことやってるんですよ。インターネットの時代そのものがまだ全員がインターネットって何なんだろうって分かってないような空気感、それでちょっとでもなんかできる人がいればちょっと頼むよみたいな、そういう、まあ、非常にこのネットの大バブルの時にうまくこうぶつかったんですよね、その才能とグルーヴが、時代の。ところがそこからものすごい伸びすぎてしまって、注目度がすごい上がって、でそこから球団買収とあと出馬っていうところに行くんですけど、球団買収、フジテレビ買収、出馬か、このもう3ポイントがどんどんどんってきて、その後ねこの捜査されて収監されるんですけど、結局のところこの本でもかなり赤裸々に書いてあるんですけど、一体堀さんって本当に何をしたんだろうっていうのがよく分かんないまま捕まるんですよ。だからその得体の知れない怖さっていうものと、堀江さんの思想が実は死からの逃走なんですよ。死の恐怖からの逃避っていうやつがあって、幼少の頃に身内が他界するのを見て死を考えるんですよ。死ぬのだけは怖いってなって、でもどうしても死にたくない、どうしたらいいんだ、でも絶対死ぬ、どうしたらいいんだって、そうか死ぬっていうことを考えないぐらい何かに夢中になればいいんだって言って、パソコンに夢中になるんです。堀江さんメルマガとかも撮ってるんですけど、最近の堀江みたいな日常がね綴られてるんですけど、とにかくすごい移動して何かをやって何かを食べて何かを飲んで寝てるんですよ。すごい頻度でプライベートジェットとかで全国駆けずり回って、僕堀江さんに本当出会うのも 3,4 年ぐらい前だと思うんですけど、その時はもうずーっとライフスタイル変わらなくて、とにかく僕が思ったことって堀江さんに対してはもうとにかく体力があるなと思ったんですけど、その体力の源泉っていうのが実はポジティブな夢とかそういうもの以上に、死ぬっていうことに対する恐怖感と、それをもう本気で紛らわせようとするその原動力、そこがね読むとねはっきり理解できます。僕堀江さんの本の中で一番面白いと思ってるのがこの我が闘争。他の本はね、まあ、サクサク読めるし楽しいですけど、これは絶対、これを読んで、あとまあメルマガ、堀江さんはメルマガが一番面白いと思うから、その2つかなって思ってますよね、僕堀江さんは。中田は YouTube 大学でしょ、もうどうやったって、この人といえばこれっていう媒体ってあるんだなーと思う中で、最高傑作というか、まあ僕で言うとね、それはまあしくじる武勇伝だったりするかもしれないですけど、紹介はじゃあ今更するかっていうと、もう結構ライブドア事件もやったし、YouTube でね、そこら辺もやったんでね、まあやりはしないんですけど、一番面白い。こんなのだってテレビとかできないし、YouTube でやるのもちょっと僕ははばかるぐらいだから、でも本ってだから面白いなと思うのは、いろんなコンテンツがあるんだなと思いますね。おすすめです。